会社は中古の11代目クラウン。クラウンといえば、言わずと知れた日本を代表する高級車の一つであり、65年以上という長い歴史を誇るモデルである。それだけに新型が登場すると毎度のように、賛否両論が巻き起こるモデルということもあるのだが、特に2022年7月に登場した16代目は、 クロスオーバースタイルをまとった FF ベースの 4WD となったことで大きく方向転換を図ったモデルとして大きな話題を集めたのも記憶に新しいところだそんな折大変個人的なお話で恐縮ではあるが筆者は今年20年落ち正確には19年となる11代目クラウンを購入した そのことを何気なく車の話、担当者に話したところ、なぜ今クラウンを買ったのか、書いて欲しい、と言われてしまったため、この原稿を書いているというわけである。筆者は過去にクラウンを所有していた経験はなく、高級セダンとも無縁の生活を送っていた。過去の愛車もどちらかというとコンパクトで、 ライトウェイトなスポーティーモデルが多かったので、そういった点からも不思議に思われてしまったのかもしれない。正直筆者としても何が何でもクラウンが欲しい、という気持ちがあったわけではなく、なんとなく大廃棄量のセダンに乗ってみたいというところから、中古車探しをスタートさせており、クラウンに特別な思い入れがあったわけでもないのだが、 購入の経緯と購入後の感想をお伝えしていこう。大廃棄量セダン探してクラウンに。前述したように、一度くらいは大廃棄量のセダンに乗ってみたい。というふんわりした考えから始まった中古車探し。とはいえ潤沢な予算はないので、比較的底根となっている2000年前後のモデルかつ、 購入後の維持のしやすさを考えて国産車をターゲットとした。そして高級車らしい乗り味を楽しみたいということで、後輪駆動レイアウトであることも追加条件としたのだが、この時点ですでにトヨタと日産の2メーカーにほぼほぼ絞られてしまったのだ。そこで日本の高級セダンといえばやはりクラウンなのでは、と思い立ち。 クラウンに絞って中古車をチェックする日々がスタート。価格的には12代目モデルの方が底根となっていたのだが、ゼロクラウンという名前の通り、新世代のクラウンとなってしまった12代目より、古き良きセダンスタイルを持っていた11代目の方が、個人的にクラウンらしいと思ってのことだった。11代目クラウンには、 フォーマルなロイヤル系とスポーティーなアスリート系と、二つのグレードが用意されていたが、筆者の考えるクラウンのイメージに近いロイヤル系をターゲットに探していると、近所のトヨタディーラー系中古車店に一台の車両があることを発見する。車両本体価格は30万円台と格安で修復歴ありというものだったが、 走行距離は5万キロメートル台と少なめで、グレードはロイヤル系の最上位であるロイヤルサルーン G。本革シートだったのは誤算だったが、できれば痛みにくいファブリックが良かった。シートの状態も比較的良好なものとなっていた。そして何より、ディーラー系中古車店で保証付きで販売される。 という安心感につられてめでたく筆者の愛車になったというわけである。予想通りと予想外。かくして筆者の愛車となった2003年式クラウンロイヤルサルンジーン G だが、直6-3 L のエンジンは振動とは無縁な感覚で、シュルシュルと回り続け、乗り心地は非常に安楽。これは購入前に抱いていたイメージと同じとなっていた。 その一方で意外だったのがその乗り味だ。安楽な乗り心地であることは間違いないのだが、ふわふわと頼りないものではなく、どこか一本芯が通ったような感覚で、ドライバーズカーとしても楽しくステアリングを、握ることができるものとなっていたのである。ステアリングギア比はスローなので、タイトなワインディングは不向きだが、 またボディの剛性感も素晴らしく、剣道で守られている感があると同時に、2003年式でありながら、サイドエアバックなども、標準装備となっている点もありがたい。燃費性能についてはそこまで期待していなかったが、高速道路を法定速度でゆるゆると走っていると14、14km パーリットルくらい走ってくるのも嬉しい誤算で、 街乗りメインでも7、8キロメートルパーリットルといったところなのだ。このように予想以上に満足度の高い筆者の、11代目クラウンではあるが、不満点がないわけではない。中でもナビがいわゆるマルチと呼ばれるエアコンなどの、操作も兼ねるものとなっており、当然ながら新しい地図データも供給されていないため、 インパネの一等地にモニターが存在していながらも、ただのお飾りになり下がっている点はかなり辛いところ。もちろん Bluetooth も USB も HDMI もないし、テレビもアナログ放送は遠の昔に終了しているので、社内エンタメが最近のモデルに対して非常に乏しいのである。現在は外部入力でスマホから音楽を聴けるようにしている。 また、年式を考えれば当然ではあるが、運転支援システムなども備わっていないのも寂しいところだ。当時、オプションでレーダークルーズコントロールは、設定されていたが、筆者の車両は非装着。とはいえ購入金額を考えれば満足度は非常に高く、古き良き高級車のイメージを味わいたいというのであれば、 選択肢の一つとして検討しても損はないモデルと言えるかもしれない。